皆様、こんばんは。こんばんは。バルセロナからユーミングです。聞こえていますでしょうか？はい。今日もちょっとね、ライブの時間が、今、夜の9時20分ということになりました。こちらでは午後2時です。聞こえてますね。はい。今日は金曜日。さて、ワールド・オブ・ワーズ、エネルギーのお話を今週してきましたが、今日はエネルギーイコール気という考え方というタイトルにして、少し以前にお話した東洋医学との体との関係、そしてひいてはその前にお話ししてきた体は宇宙と関係があるよ、それから、ね、解剖学者の三木茂雄さんのお話をした時に、お伝えしましたけれども、その体の、ね、内臓、そしてそれと体のエネルギー、機能の、ところから来る、循環という話と含めて、そういったことを今日はお伝えしたいと思います。私たちは日本人としてね、東洋文化、そして東洋哲学の、影響のある大きな社会の中で生まれて育ち、教育を受けてきました。そして19世紀の終わりになって、それからね、西洋の文化が入ってきて、今はその両方の中に来ているということになっています。でも私たちが西洋文化の、西洋哲学、あるいは西洋文化の、知恵をこうね、入れ始めた、学び始めたのは、実は150年ほどという期間ですね。その前はずっと、東洋哲学とか中国を起源とする哲学とか、そういうことをその流れを組んだ中に生きてきました。もちろん江戸時代にね、蘭学ということで海外からの知識が入ってきたりしましたし、その前の時代にはやはり欧州との交流があったりしましたけれども、いずれにしても私たち日本では日本独自の文化と、それから東洋から影響を受けた東洋哲学の中で生きています。今日はそのエネルギーという側面を東洋哲学、東洋医学のところから見たお話をしたいと思います。でもその前に、いずれにしても西洋文化の中にその東洋思想が入っていったというのも、実はここ最近の話である。世界が、国際化していく、そして世界の情報がこう同時に得られるようになったこの時代だからこそ、私たち日本に生きている人間、そして東洋の哲学とか東洋の影響を受けてきた私たちが西洋の影響を受けるのが早くなった。また逆に西洋の哲学の中だけで生きてきた人たちが東洋という新しい哲学とかをどんどん取り入れている。それがどんどん進んでいるのが20世紀の終わりから今21世紀にかけてだと思います。で、このエネルギーというね、その考え方をすでに20世紀の哲学者の方たちで、いろいろな形で、東洋哲学に通じることをおっしゃっていた方もいらっしゃいます。ひいてはアリストテレスのお話までね、行きましたけれども、ギリシャの哲学から実は、回り回って私たちは同じことを言っている時代、それが一旦世界に分かれて別々の文化、そして別々の概念として育っていったものが、今また新たにこう一つになっていっているという時代のように思いますが、全てはエネルギー。私たちの体は世界と同じ肉でできている。これは世界と私たちは同じ、宇宙と同じというね、お話をしましたけれども、それを端的に述べたメルロ・ポンティというフランスの哲学者の方の言葉です。この方は19世紀、1903年生まれ、1年生まれだったかな、そして1961年まで来ていた方、1908年から1961年のまで生きていた方ですけれども、このフランスの哲学者の方が、私たちの体は世界と同じ肉でできている、同じものでできている、そしてこの体は意識と世界をつなぐ媒体、それはいろいろな方がおっしゃってますけれども、その世界との自分の意識と体、そして世界をつなぐのところに体というものがあって、そこに五感というものがあるという考え方で、私たちはそこに生きているんですよね。で、東洋医学としてのこのエネルギーについて、あ、飛ばしちゃった。
エネルギーについてのお話ですけれども、東洋ではこの気という、ね、言葉を使って表します。ね、これは東洋医学としての考え方は、このエネルギーというのは気と表現されて、生きていく上で必要なエネルギー、そして精神活動や生命活動を統括する、そして体の調子を整えるエネルギーというふうに、こう定義がされていました。そして東洋医学のこの在り方というのかな、在り方、考え方としては、私たちが生命の機能、生体機能として、あるいは生物としての機能として、生物の機能として、そしてまた物質、宇宙の世界から考えたときに、私たちは同じ元素でできているとお話をしましたけれども、その物質としての基礎の両方、それを持っている、その両面を把握するもの、それが東洋医学。そして性別体、生命体としての各臓器の中に、その臓器の働きに精神的な影響、あるいは精神との関係を、それを見つめる、大事にする心との作用ということですね。これはね、三木茂雄さんの解剖学のところでお話しされていましたけれども、その自分の内臓の働きと、それから心がつながり、そしてそれが体の機能に影響しているということを三木先生もおっしゃっていましたけれども、それは東洋医学の中でも伝えられてきている言葉です。三木先生は解剖学や生命生物進化学の中でお話をされていましたけれども、東洋医学の中にはそれが医学、体を治す哲学として、体を見る哲学として脈々と受け継がれてきているんですね。そしてもう一つ、私たちは宇宙の一部であるという考え方から、万物は変化している。つまり私たちの体も変化し続けているんだ、というのを、この三つの基本の考え方として置いている。それが東洋医学の在り方であり、考え方だ、ということでした。やっぱりね、私自身も、なんていうんですか、日本人に生まれたからということだけではなくて、いろいろな角度で、体とか、それから生命、宇宙ということを見てきて、物理学、そして科学、自然科学とか、そのあたりの知識も見ながら、ここまで、ね、お話をしていますけれども、その見方からしても、この東洋医学の考え方、在り方というのは、かなりその在り方の本質、私たちの体というものの本質に近づいているのではないかなと思っています。そしてね、今度はこの東洋哲学という言い方をしていますけれども、その中にはインドから来ているインド哲学、アーユルヴェーダ、そしてヒーではこの間お話ししたユナニ医学に通じる、東アジア、そしてイスラム文化圏にも広がっている、その考え方とも通じていく。ヒーではもっと言うと、自然科学を追求している西洋哲学、西洋医学の中にも通じるものがある。今私たちはそれを一つにしようとしている時代に生きているんだと思います。いずれにしても、自分の体、エネルギー、気ということにアプローチをしたり考えたりするときに、いろいろなアプローチの仕方があるし、考え方がある。それを一つ一つ知ってみて、取り入れてみて、そして自分自身がエネルギーとか気の流れを感じてみる。まずはそれが一番大事なのではないかなというふうに考えています。自分のことを知っているのは自分が一番、私たちが感じていること、感じられるのは私たち自身だけ。そのことを考えたときに、まず自分が感じてみる、知っているということが大事なのだと思います。はい。ということで、今日はエネルギーをですね、東洋医学の考え方をベースにした気という考え方で見てみようというテーマでお話をしました。はい。ユーミンのワールドワーズ、月曜日から金曜日まで10分から15分を目安にお届けしています。皆様の意識、そして知識欲というか、好奇心をね、こう刺激するような形で言葉を通じてお話をさせていただいているつもりです。どうか皆さんもね、何かあっと思ったことがあったら、ご自分自身で見てみたり、調べてみたりして、自分の世界を広げていってください。今日も聞いてくださってありがとうございました。
来週から少し9月の終わりまで2週間ちょっとライブをお休みさせていただきます。というのも私これからバルセロナからパリにかけてクライアントさんのアテンド、期間に入りますので、そちらに集中させていただくので、ライブの方は少しお休みをします。はい、ということでまたね、ライブを再開するときにまたいろいろテーマを持って、多分ね、体の続き、エネルギーの続き、そのことについて続いていくと思いますが、またテーマを持ってお届けしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。では皆さん良い一日を お過ごしください。そしてゆっくり夜はお休みくださいね。ではでは失礼します。